新富町駅は東京都中央区築地一丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y20。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。有楽町線の駅で相対式ホームを有するのは氷川台駅と当駅のみである。当駅は鉄筋コンクリート製ボックスラーメン構造を採用している。この構造では長番の主観を小さくするため、 二本の線路の間に柱部材を設けるのが原則である。しかしながら、当駅ではこの柱が見られない。これは、接続する本線部が伏線シールド工法を用いており、駅部に柱を設けると伏線シールドの断面も大きくしなければならず、これを回避したことによる。当駅が、 終着駅であった時には、銀座一丁目寄りに折り返し用の渡り線があったが、新木場への延伸により、途中駅になるのに合わせて不要となったため、撤去された。しかし、撤去された跡が残っているので、確認することは容易である。若干カーブがかかっているため、B 線ホームは、終日駅員による立場がいる。有楽町線の新木場駅近くは、東京湾が近く。 高潮などの水害対策として、当駅の月島寄りには、トンネルの全断面を閉鎖する防水扉を設置している。通常は、トンネル上部の機械室に収容しており、非常時には加工させて、トンネルへの浸水を防ぐものである。2013年6月29日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、雨が上がれば、2番線が、目覚めの電車である。 2020年度の1日平均乗降人員は29,547人であり、東京メトロ全130駅中96位。近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである、築地と新富の境界に立地する、注釈出店、ありがとうございます。